カーロイ一世、またはカーロイローベルトは、ハンガリー王。アンジューシチリア家出身で、父はナポリ王子、カルロ・マルテルロ。ナポリ王・カルロ二世の孫にあたる。イタリア名は、カルロ・ロベルト男女。父・カルロ・マルテルロは、アールパード・アのハンガリー王・イシュトバーン五世の娘、マーリアを母としており、マーリアの弟。 ラースロー4世が1290年に暗殺された際には自身の大位継承を主張してアンドラーシュ3世の即位を認めず教皇ニコラウス4世の承認も受けて名目上のハンガリー王を称していたがアンドラーシュに先立って1295年に創生したカーロイ・ローベルトもまた父と同じく教皇ボニファティウス8世の承認のもとに大位継承権を主張し クロアチア王に選出されると、1300年にザグレブで退官した。1300年8月、ナポリからダルマチアへ渡り、1301年にアンドラーシュ3世が死去すると、エステルゴムでハンガリー王即位を宣言した。しかし同年、ボヘミアとポーランドの王バーツラフ2世に敗れ、ハンガリー王位をその息子バーツラフ3世に奪われた。ボニファティウス8世は、 カーロイ一世の敗退を懸念し、また1304年にブラチスラバの議会もカーロイ一世の支持を表明した。一方、バーツラフ三世は1305年に、不応の死により、ボヘミアとポーランドの王位を継ぐが、ハンガリー王位は放棄し、代わって、シモバイエルンコ王と三世が王位についた。カーロイ一世は1309年6月15日、ブダにて、 ハンガリー王に即位したが、正規の王冠による大冠でなかったため、正式に即位は認められなかった。敵対する貴族から、正規の王冠を奪還し、ようやく1310年8月27日に、聖ケシフェヘールバールにて、大冠、正式に、ハンガリー王となった。その後3年余り、カーロイ一世は、反乱軍との戦いに明け暮れ、1312年6月15日に、 ロザノブツで大勝利を収め、ようやく全土を平定した。ハンガリーをカーロイ一世の文章カーロイ一世は、断固とした統治を行い、体制回復に努めた。議会は一応召集されていたが、定期的なものではなく、実質的に政策は王族による会議で決められた。貴族の権限を抑えるため、少数の上流貴族に他の貴族の権限を抑えさせ、問題があれば、 宮廷で解決を図った。カーロイ一世は様々な政治的、経済的な改革を行った。その一つが保障制度である。忠実に王に仕えた家来に対してハンガリー語でベクスと呼ばれる感触が与えられた。王国で大きな力を持つこの衛兵のような伯爵は複数の所領を与えられることもあった。彼らは王家の所有物を管理し王の代理も務めた。 こういった貴族たちは管理を自分たちの家族や家臣に任せた。法償制度は次第に効果を上げ、普通の貴族は二つか三つの城しか所有しないが、高い報奨を受けて十から二十もの城を持つ者も,も現れた。これらの感触は高級的に与えられるものではなく、王はいつでも貴族からこれらの特典を取り上げることもできた。最も高い報奨は、 上流貴族たちだけに与えられた。カーロイ一世は、純度の高い金貨を常に発行し、インフレーションを抑えた。また、コルモクバニアに新しく造幣工場を建設して、作らせた銀貨は、すぐにヨーロッパ全土で通貨として使用されるようになった。通貨制度と財政制度の改革で商人と国庫は豊かになり、財政の安定によって、町は成長し、犯罪が減った。 カーロイは貿易を奨励し、それによって得られた税を軍事費に当てて領土を広げ、ハンガリーをヨーロッパの大国に押し上げた。カーロイの偉業は息子のラヨシュ大王により引き継がれる。カーロイ一世の外交戦略は主に他国との同盟にあった。ハプスブルク家に対抗するため、1335年にトレンチェンにてカジミエシュ三世ビエルキの率いるポーランドを呼び、 ヨハンフォンルクセンブルク率いるボーヘミアの争いを仲裁すると同時に同盟を結び同年10月からビシェグラードにおいて2ヶ月に及ぶ友好的な会合を行ったこの会合は中央ヨーロッパの王子たちが縁を楽しむだけでは終わらなかったこの会合後ハンガリーとポーランドの連合軍は神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世と同盟を結ぶオーストリア公アルブレヒト2世を 攻撃1337年にこの戦いはカーロイ一世の勝利に終わった。カーロイ一世は長男ラヨシュ一世の下でハンガリーとナポリの両王国を統一することを望んだが、その野望はハンガリーがアドリア海沿岸の大国にのし上がることを恐れたナポリ側と教皇ベネディクトゥス十二世により打ち砕かれた。しかし同盟国ポーランドの王でラヨシュの母方の叔父である。 カジミエシュ3世に世継ぎがなかったことから1339年にラヨシュがポーランドの王位を継ぐことが決まった。その後、ラヨシュの弟アンドラーシュがナポリオをロベルトの孫ジョバンナと結婚しナポリオ王位につくことになったがカーロイ一世の死後にこの取り決めは無視され1343年にジョバンナが単独で女王に即位した。 アンドラーシュはジョバンナの王廃の地位に留められた上、1345年に殺害された。ポサダの戦いから逃れるカーロイ一世アルパード家の王たちは次第に南部を制圧することに成功し、昭和ラキアと現在のブルガリア、セルビア、ボスニア北部を植民地として手中に収めていた。カーロイはこの地の民衆を回収させ、領土を再編した。カーロイ一世は、 領土拡大に尽力したが、古い植民地は反独立状態となってしまい、ハンガリーの属国としての統治に反発するようになった。これらの地域は主に政教だったが、カトリックへの改修を強要したことにより反発を引き起こした。セルビアの政教会派、ブルガリアの権力者、ワラキアの人々は、こういった反発に加わった。1320年以前まで西部ワラキアは、 ハンガリーにより植民地の一部とされていた。ワラキアの支配者バサラブ一世が反旗を翻すと、カーロイ一世は軍を率いて、ワラキアに向かい、軍備の貧弱なボサラブ軍を破った。しかし1330年11月9日、ハンガリー軍は帰還途中、山岳地帯で道に迷ってしまった。やむなく、ワラキア軍とハンガリー軍は平和協定を結び、バサラブが道案内をした。 しかしそれは、ポサダで、ハンガリー軍を待ち伏せ攻撃するための罠だった。ポサダの戦いで、カーロイ一世は、騎士の一人と服を交換して、かろうじて逃げ延びることができたが、ワラキアの独立を認める結果となった。カーロイの気づかぬ間に、オスマン朝は、オスマン一世とオルハンの下で、コアジアを獲得、さらに、ヨーロッパ南東部を侵略して、領土拡大を画策した。 当時ヨーロッパ南東部は防衛連合を組むより体制維持のために躍起になっており、オスマン朝の対等を許すことになった。カーロイ一世は1342年7月16日に死去し、遺体はアールパード家の墓地聖ケシュフェヘールバールの祭壇に葬られた。カーロイは3度結婚している。最初の妻はビートム・コーカジミエシュの娘マリアで、 1306年に結婚した。マリアは1317年に死去した。二人は一条を設けた。1318年6月24日、神聖ローマ皇帝ハインリヒ七世の娘で、ボヘミアのヨハンモーモク王の妹ベアトリクスと結婚したが、1319年10月11日に、三徳で母子とも死去した。1320年6月6日、 ポーランド王ブワディスワフ一世の娘エルジュビエタと結婚5人の子を設けた。ありがとうございます。